せーの、トゥーフェイストゥーハート。こんにちは、トゥーフェイスです。トゥーフェイスのリーダーやってます、平田です。よろしくお願いします。いつも元気で明るいムードメーカーのマリアです。水素に見えておふざけ担当のニーナです。クールに見えて脳内ハッピークレアです。ふわふわだけどダンスバチバチのリコです。一番小さいけど一番大人っぽいリナです。おしゃべり大好きな末っ子ニライです。一言で言うと現代版モナリザっていうイメージで、皆さんモナリザって聞いて思い浮かべるのってやっぱあの有名な名画だと思うんですけど、私たちトゥーフェイスもトゥーフェイスって聞いたらあのもう私たちがすぐ誰でも思い浮かべられるような大きくて唯一無二のグループになりたいなっていう意思を込めているような曲になっていて、あと私たちの音楽を一度でも聴いたら誰もが沼ってしまうような不思議な魅力を伝えていきたいなと思っています。唯一無二って歌詞があるんですけど、私たちの唯一無二な姿っていうのをより実感していただけたらと思いますし、あと私たちのこの今までにかけてきた熱い思いっていうのがぜひ伝わってもらえれば嬉しいなと思います。モナリザの歌詞は唯一無二っていう意味だったりとか、あとなんかもううちら注目されてやばいみたいなやばみみたいな感じのなんかちょっと強気なマインドを歌った曲だと思うので、あの聴いていただいた人に同じマインドになっていただいて、自分自身を恥ずかしがらずに堂々と表現していただきたいと思います。フェイスがプレデビューしてからずっと言っている目標なんですけど、2年以内に東京ドームに立つことがグループの一番の大きな目標です。あとはデビューライブ、正式なデビューライブとかもあの成功させたいなって思ってるので、これからも皆さんにファンの皆さんに会える日を楽しみに私たちも努力を続けていきますので、応援よろしくお願いします。